熾烈な昇格争いもいよいよ終盤戦。自動昇格、プレーオフ進出を勝ち取るのは果たして。おなじみ3メガネーズの3人がズバリ予想。今度はバッチリ J2 順位予想。まあ、ガンバ走って神戸がそれを追うっていうのは多分みんな予想していたことで、一番予想がつかなかったのは長崎。選手ももちろんそうですけど、やっぱ対岸のところね、まあ、手腕がやっぱ素晴らしいと思うし、まあ他のチームにしたら俺はこのままじゃ済まない。なんかこう1ヶ月間全然負けなかったチームがあったりとか、もう5連勝とかしたチームが次の月に全く勝てなかったりとか、こう崩れた時になかなか止まらないっていうことも、まあ、そのあたりで、まあ、最後もしかしたらこう一気にまたガンと勝って連勝して上がってくるチームがあるかもしれないなという気はします。こんな感じで予想しております。今の順位そこまで動かないかなと。最後一つ、まあ、松本伸びてくるんじゃないかなと。やっぱり反町さんがこの土壇場の勝負力みたいなのを持ってる人なので、まあここ最後本当接戦になると思うんですけど、そこでちょっと最後まで終わるみたいな。いや、長崎は多分その最後プレーオフ争いになった時のプレッシャーみたいなのが、まあ、かかってくるのかな。山形もやっぱり札幌は僕はサポーターの後押しばっていうのがやっぱりこう期待できるっていう、まあ、もちろんそれはプレッシャーとの表裏の関係にもちろんあると思うんですけど、まあ、それがプラスに働くことで、まあ、順位が押し上がっていくっていうような、まあ、京都はさらにこう涼しくなっていった時に、まあ、あのハードワークをする良さが出てくるかなっていうのはちょっと。実力的にはまあやっぱり千葉、森本を入ってまだちょっと結果出てないんですけど、ケンペスとの連携も良くなっている。日本代表クラスの選手だと思うので、実にいるようなレベルの選手じゃないと思うので、まあ、最後上がってくるんじゃないかなと。残りのチームがじゃあどこが来るんだろうって思った時にちょっと見えない部分もあるという中で、安定した力を発揮し始めている徳島と、まあ、前線の力がある京都、あとはサポーターの後押しで最後グッと力を伸ばせるんじゃないかっていう松本山雅っていうのに期待を込めて、まあ、6位に入れて見ました。バッチリです。さあ、この3メガネーズですけど、はい、仲いいんですけどね、普段も結構スタジアムでキャッ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 で喋ってますからね3人。さあ、その、はい、ちょっと予想あるんですか。そうなんです、まあ、見ます、いいですか。じゃあ対戦カードもなく、なるほどなるほど、まあ予想していただきましたけど、はい、まあ上位2チームがね、もうかなり走ってますから ね、 ね、このプレーオフ圏内にどのチームが入ってくるか、はい、この辺りは本当に見逃せないなという感じがしますね。はい、はい、それでは今日の